皆さんこんにちは。エンジェルームへようこそ。いつも高評価やコメント、チャンネル登録ありがとうございます。さて、本日は毎月恒例の運勢リーディングということで、来年1月の気をつけるといいことを見ていきたいと思います。今年も1年ね、皆様のおかげで、とても充実したね、いい年を過ごせました。来年もよろしくお願いいたします。では、運勢リーディングということで、仕事、対人、メンタル健康、そしてアドバイスを出していきたいと思います。選択肢のカードはこちら、アール・ヌーボー・ルノルマンからいただきたいと思います。まずは A の選択肢。はい、こちら。子供。続いて D の選択肢。騎士。はい、最後に C の選択肢。ということで、こちらから A、B、C でお選びいただきたいと思います。はい、それでは A の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。まずは仕事で気をつけるといいこと見ていきたいと思います。もしね、今、例えば、こう、職場自体だったり、職場の人だったりね、こう、自分と合わないなっていうのを、ちょっと、それよりもさらに上を行くね、本当にこの人愛がないなとかね、こう、仕事に対してもそうだし、周りの人にも、対してもそうなんだけども、こう、思いやりとかね、愛情っていうかね、愛だね、が足りないとかね、すごい、こう、わかりやすく言うと、輪を乱したりとかね、こう、人の邪魔をしたりとかね、そういう愛が足りない人がもし、近くにいたりとか、会社自体がそういう、こう働いてくれる人を大事にしなかったり、お客様に対して、ちょっとそういう利益優先になって、ね、お客様の損になるようなことをしてしまったりっていう会社だったりね。なんかそういうことであれば、なんかもう我慢しなくてもいいよっていうふうになんか入ってきてるのよね。逆にこれ以上続けたら、すごくね、バランスが、こう、ギリギリは保ってるのよね。この精神的なね。それが、なんかこう、もうバランス取れなくなっちゃうよっていう風に入ってきているのと、これ、一回、その、精神的なバランスが崩れちゃうと、結構、長引いちゃうから気をつけてほしいっていうのはすごく入ってくるんだよね。で、もう一個は、例えば今、なかなかね、うまくいかなかったりとか、こう、思ったように進まなかったりすることがあっても、それはあなたのせいじゃないからっていうのがすごい入ってくるの。なんかこう、あなたが容量が悪いとか、あなたがミスしたからとか、あなたが原因でっていうことではないから、そのことに対して自分を責めるのはやめた方がいいよっていうふうに、来てるんだよね。で、もし、今ね、こうやって1月のリーディング見てるので、もしそういうことがあったとしたら、こうなかなか進まないとか、うまくいかないとかね、なんかこう、失敗しちゃったっていうことを、
全く反省するなとかじゃなくって、こう、全部自分のせいだじゃなくって、要因とかね、原因はあるんだけれども、全部が全部あなたのせいではないから、慌てず、焦らず、リカバリーできるので、ちゃんと、こう、丁寧にやっていけば大丈夫っていうことがね、入ってくるのと、あと、一部の人は、1月に結構転職を考えたりとかするのかなっていうところが入ってくるのよね。なんか、後でこのキーカードも絡めるんだけれども、なんかこう、再スタートとか、なんかこう、すっきりした気持ちで次に行こうっていうふうに思えるみたいな感じもすごい入ってくるから、まあ、転職じゃないにしても何か一区切りがつくっていうのかな。自分でもいいよっていうふうに思えて、次のこう何かを始めるっていうことができるのかなっていう感じがするのね。だから、なんかこう、何かしらこう見切りをつけたりとか、もうその、区切りをつけるっていうところもあるのかもしれないなっていうふうに入ってきてますね。では、対人で気をつけること。なるほど。すごいね、いいカードすっごい出てるから、なんかね、もし、こう、自分がね、すごく悲しい思いしたとかね、なんかこう、なんかね、怒るとか、なんかそういうのじゃないんだよね。この場合は本当に自分が誠心誠意尽くしたのに伝わんなくって悲しかったとか、なんか何ていうかな、こう、思った以上にこう、悪く言われてしまったりとか、とても悲しい気持ちになることがあるかもしれないんだけれども、でも、なんか今はそこを無理してね、なんかこう、そうじゃないっていう風に言い返したりとか、なんかこう、逆に、なんだこう、心配しすぎちゃって、なんていうかな、余計なことをちょっと言いかねないっていう感じがするので、なんか、なんていうかな、今は、その我慢する時期っていうか、もしそういう対人関係で、悲しいことが起きても、それは、ここでね、言う、こう、なんていうのかな。次のステップのための、ちょうどいい、なんていうかな、こう、ここでも言ったんだけど、なんかこう見切りというか、こう、一つの、何かが終えて、新たなことが始まるみたいな感じがすごいするんだよね、これ。イエス・ブッダ、あとなんだっけ、サンジェルマンと、あと、なんかもう一人いたんだけど、やっぱりその、なんだろう、こう、苦しい思いをしたからこそ、それが次の人間関係で活かせたりとか、そういう相手とはもう付き合わないっていう、自分のこう思いとか気持ちを踏みにじったり、こう、軽んじる人に対しては自分はもうこれ以上愛情注がないっていうふうに決めてしまえば、なんかこう、なんかすっきりするっていうかね、なんかこう、なんかね、良くも悪くも、こう、マイナスがあったからプラスに転じたみたいな感じがするのよね。それがあったからこそ、なんか次に向けてよしって思えるようなことが、こう、起きたみたいなね。でもこのカードすごいいいカードだから、このカードが出るっていうことは、1月そういう風にちょっと人間関係で、ちょっとその悲しいなって、辛いなって思うことがあったとしても、なんか、それを機会に、何かこう自分が、踏ん切りがつくとかね、こう、改めて冷静に考え直すことができるとか、いう風にして、何かこう、目覚めるみたいなね。で、それが、次の人間関係において、すごくね、いい、
なんだろう、こう、言い方あるけど、踏み台じゃないけど、なんかそういうステップアップするための、なんかそういう土台というかね、だったんだなっていう感じがすごい入ってくるんだよね。すごい、もう、雨降って地固まるとかね、こう、七転び八起きみたいな、なんかそんなようなイメージで。で、メンタル見ていきましょうね。メンタルも解放が出てきてるから、そうだね。で、またほら、新しいサポートし合う仲っていうのも出てきてるし、死神も出てきてるので、やっぱりなんかこうね、仕事においても、人間関係においても、こう誰かね、やっぱりこう、自分はこうしなきゃいけないんだとか、例えば、頼られたらそれに応えなきゃいけないんだみたいな感じで思っていたりとかね、そういう、自分が、まあ、こう思い込んでたものとかね、あと周りにそういうふうにちょっと執着されてたこととかをきちんとこう、なんていうのかな、見極めるというかね、なんかそういう感じで自分にとって必要なもの、必要じゃないことっていうことをきちんと見極めることができるのね、1月っていうのはね。だからこう長年こう縛られたこととか、もやもやしてたこととかが、本当に、こう、そこから解放されるんだよね、メンタル1月は。そう。で、解放されるきっかけとして、サポートをしてくれる人が入るのかもしれないし、そういう気づいたからこそ、そのサポートしてくれる人を見つけられるみたいな。今までは、ちょっとそっちに目が行かなかったんだけど、そっちに目が行くことによって気づくみたいな感じもする。どっちにしても、何かこう、生まれ変わるみたいなね。感じがすごいしますね。で、体の方を見ていきましょう。魚と花だから、まあ、お正月もあるんでね、ちょっとお酒のね、飲み過ぎには気をつけることと、あと、まあ、今年はちょっと休みがみんな短い人が多いのかもしれないんだけれども、その時間だけでも、ちょっとね、例えば髪の毛の、トリートメントパックをね、してみるとか、半身浴するとか、ちょっとその、ボディケアするとか、こう、クリームいっぱい塗って、こう、マッサージするとかっていうふうに、ちょっと自分の美に関して、だからこう、テコ入れじゃないけれども、一年間をね、一年間体に労をねぎらって、そういうご褒美をあげて、ちょっとその美に関して、ケアするといいんじゃないかなっていうふうに入ってきてますね。なんかこうね、癒しとかマッサージとか、まあ、リフレッシュっていうのもそうなのかもしれないんだけども、なんだろう、その、どっちかというと、こう、華やかになるようにする方がいいと思う。ネイルをするとか、そう、髪の毛をこう、ヘアパックして、ツヤを取り戻したりとか、なんかそういう、潤いとかね、張りとかね、そういうものを、今、その、お正月の時に、お休みの時にやるのがいいのかなっていう感じがすごいしますね。で、アドバイスカード。自分を信じ、てください。守られてるし。今決断の時。ああ、やっぱそうなんだね。なんかね、大丈夫って。あなたは守られてる。あなた自身も、あなたが大切にしたいものも守られてるから、安心して信じ、自分のことを信じてくださいって言ってきてくれてるのね。だから、ここでも言ったんだけど、なんかね、状況が、悪かったり、することって、こう、あなたが悪いんじゃないっていうことがすごいなんか入ってくるのね。A を選んでくれた人のリーディングでね、今回。だからこう、過去のね、自分のこう行いを責めたりとか、ね、悩んだり落ち込んだりっていうことは、今はしないで、大丈夫っていうふうに自分のこと信じてほしいって。できるし、やれるし、大丈夫って。守っていけるし、守られているしっていうところ。だから、
何かしら、もしかしたらね、決めなきゃいけないことがある人は、今、それを決める時なんじゃないのかなっていうふうにね、言ってきてくれてるので、だからね、1月がだからこう、で、このキーカードもね、子供のカードなんだけども、これって新しいことにチャレンジするっていう時にも出てくるカードなのね。その子供のことっていうこともそうなんだけども、何か新しいチャレンジ、うん。こう新しい芽生えみたいな感じのカードでもあるから、何かしら、こう、1月は、うん、転職とか引っ越しとか、いろんなね、うん、結婚のこととか、うん、逆にまた離婚のこととかね、いろんなことをね、ちょっとね、すごい、決めるのに、決める時期とか、こう、嫌をなしに決めなきゃいけなくなる流れみたいな、いうのも、多分あるんじゃないかなって。そのためにバシッとね、こう、気合を入れて、自分を整えるっていう感じがすごいする。で、新年から、うん、自分でこう一年間こうしようって決めて、そこに向かって動いていく、いい月っていうかね、1月はそういう月になるんじゃないかなっていう感じがしますね。うん。やっぱりこう、まあ、普通はね、なんか失敗したり、状況が良くない時って、自分の行動とかね、言葉、言動をね、こう、見直したり、見返したりして、反省したり、こう、しなさいっていうのが、大体普通のアドバイスなんだけど、A を選んでくる人は逆で、あなたが悪いわけじゃないし、あなたが状況を悪くしたわけじゃない。だから、過去のあなたを責めなくていいし、失敗も、それによって自分を責めたりしないでほしいっていうふうに、あなたなら、そんなことをね、言わなくったって、自分の中できちっとね、内省、ね、反省できるから、それをしすぎないように。とにかく自分を信じてほしいっていう風に、うん、守られてるし、守っていくしっていう風なね、アドバイスも入ってきてくれてるので、うん。1月は何かね、ちょっと決めなきゃいけないっていう人がちょっとね、多いのかなっていう感じがします。ということで、A を選んでくださった方の、まあ、1月ね、気をつけるといいことのリーディングを終わりたいと思います。今年もね、1年間ね、運勢リーディング、見ていただいてありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。それではリーディング終わりたいと思います。はい、それでは B の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。まずは仕事で気をつけるといいこと、なんかね、1月は、1月前後するのかもしれないんだけれども、なんかね、すごく、頑張っただけの成果が得られるっていうに入ってきてるのね。だから、1月中ももしかしたら苦しいかもしれない。なんかすごく忙しかったりとか、もう次から次にこう、仕事がね、増えていったりとか、あとは、何かね、ちょっとすごい我慢しなきゃいけないこととか、なんか自分のプライベートとか時間とかね、いろんなものをちょっと犠牲にするのかもしれないんだけれども、でも、なんだろう、こう、すべて、こう、最悪かって言ったら全然そうじゃなくって、ちゃんとその、あなたの苦労とか大変さをいたわってくれる人もいるし、すごい、なんだろうな、やってよかったっていうふうに、頑張ってよかったなっていう。例えば、これが、去年の1月からであれば、1年間頑張ってきてよかったなってきっと思えることだろうし、例えばその、年度ね、3月末まで、ちょっと引っ張っちゃうかもしれないんだけれども、この1月の頑張りが、その、頑張ってよかったって思える結果が、きちんと1月、もしくはちゃんと年度末にね、現れてくるっていう風に出てきてるんだよね。だから、すごくね、達成感というかね、肩の荷が降りるみたいなね。うん。いやー、結構しんどかったけどやってよかったなっていう風に、そういう、なんていうか、こう、今が、その、最終調整というかね、なんかそんなような気がしますね、1月はね。うん。で、対人で気をつける。といいこと、
11月ね、もしかしたら友達とか、あ、親とか、そのパートナーとかとね、ちょっと喧嘩しちゃうかもしれない。うん。で、喧嘩してちょっと距離を置いたりとか、まあ、ちょっとその、まあ、離れる離れないみたいなことを、まあ、言ったりやったりするのかもしれないんだけれども、縁がつながってる以上は、きちんと修復できるっていう風に入ってきているんだけれども、うん、その、そこで気をつけてほしいのが、きちんとそこで、きちんと学ばなきゃいけないっていうことすごく入ってきてるんだよね。やっぱり、相手に対するちょっと思いが足りなかったなとか、優しさが足りなかったなっていうようなことをきちんと反省したり、こう思い返すことができたら、それはすごく、自分にとってね、そこからすごくまた新たに、こう違う考え方が芽生えたりとか、視野が広がったりとか、それこそなんかそれをきっかけに、なんかこういう環境も広がったりとかね、なんかすごくね、もっともっとね、こう広く見渡せるようになるし、広がっていくって感じがするから、決して、その、喧嘩したからダメなんだとか、言い過ぎたからダメになっちゃったんだとかじゃなくって、きちんとそこから私がちょっと言い過ぎたからごめんねとかね、ちょっとあなたに対する思いが足らなかったよねっていうところで、全然また吹き返すことができるっていうか、なんかそんなような感じがするのよね。だからなんかこう、縁があればね、またね、いずれ戻るみたいな感じもすごい入ってくるので、ちょっと長期間ね、間が空いたりとか、離れてしまうことがあったとしても、あなたがきちんとそこから学んで、動き出せばいい風になっていくっていう感じがね、入ってきます。で、じゃあメンタルの見ていきましょうね。おー、すごい。カップの9ね。願望成就来てるので、メンタルでね、すごくね、B を選んでくれた方がね、やっぱ仕事もちょっと大変だったりとか、ね、ちょっと喧嘩したりとかすることもあるかもしれなくって、運気が停滞してるようにすごく感じちゃうんだよね。なんかこう1月は、なんかこうちょっと、うまくいかない流れのまま来ちゃってるのかな、みたいな風に心配したりとかするのかもしれないんだけれども、でもね、大丈夫。すごくね、助けてくれる人とか、状況がね、いい風になっていくって、入ってきてるし、そもそものね、このね、すごくいいカードがね、メンタルで来てるので、結果的に良かったっていう風になる。なんかすごいね、仕事も大事もなんか、結果的に良かったっていう感じがすごい入ってくるんだね。だからすごく満足できるんだと思う。この1月の流れをもとに、1月でそう実感できる人もいるかもしれないし、ここを頑張ったからこそ、その後のね、結果を受け取るときに、やって良かった、頑張って良かったっていう満足感をすごく得られるんだと思います。で、体的には、そっか。すごくね、やっぱストレスが体に滞っているから、リンパのマッサージと、あとやっぱりここぞっていうことが、魂のその、なんていうかな、こう、なんてこう、一皮むけるというかね、こう、ステップアップするというかね、そういうことも兼ね合いとしてね、魂の磨きっていうのも入ってきてるから、1月はそれがすごく色濃く出てる月なんじゃないかなっていうふうに思いますね。だから、こう、リンパマッサージしたりとかして、こう、自分の中でデトックスするっていうことと、あと、自分の中でこれはもう、割り切る。もう、修行とかね、もう自分の課題、宿題なんだって、もうここ乗り切るしかないっていうふうに、割り切るとちょっとね、楽になれるのかなっていう感じがすごいしますね。で、アドバイスカード見ていきましょう。自然と、
新しい夜明け。やっぱね、こう、あのね、今まですっごく苦労してきたけど、もう、やっと夜明けになるって言ってきてくれてる。よかったね。で、うん、木竜さん、根付かせるとき。なんだ、ここね、自然とすごいリンクするよね。うん。やっぱりここがね、あなたの中の、こう、軸というかね、そのものがこう根付くときだと思うのね。だから、やっぱり根を張るときって、硬いね、地盤をね、こう進んでいかなきゃいけないから、簡単にはね、その、進んでいかないし、柔らかい砂場にはね、根付かないのよ。スルスル根が張れるような砂場では、やっぱりすぐパタッと倒れちゃうわけ。やっぱ、こうしっかり根付こうと思うと、やっぱりそれなりの地盤のところにね、根付かせていかなきゃいけないから、今そういうね、時期なんだ、なんじゃないかなっていうところがね、すごい入ってきますね。だからこそ、1日ね、もう5分でもいい、3分でもいい、木のあるところ、自然のあるところに行って近づいて、こうエネルギーをもらったり、あと、公園とか自然が多いところ、本当神社とかでも行って、神社に、中にある木に、直接触れてもいい木もあるし、ちょっとね、触れてはダメですよっていう木もあるから、ちょっと手を近づけてね、こう、木をもらうみたいなね、感じのことをしてみてもいいんじゃないかなっていうふうに入ってきますね。うん。で、キーカードね、これ、こう、嬉しいニュースとかね、早い知らせっていうふうになってるね、カードなので、やっぱり、頑張りが嬉しいニュースとなってあなたの元に届くって来てるし、割とね、早い段階で来るので、まあ、人それぞれね、早いっていうのはね、一日が早いって思う人もいれば、こう、一週間はもう早いよねって。で、長いスパンで見たときに、思ったよりも、なんか2、3ヶ月でね、終わっちゃったみたいな感じで、それも早いって思う人もいるかもしれないし、それ人それぞれなんだけれども、思ったより早くいい知らせが来るっていうふうに思っていただければなっていうふうに、感じます。やっぱこう全体的にこう、学びの時期というか、それをこう、私結構言うんだけども、頑張って苦労したからこそ手に入れたものがね、こう、すごくありがたかったり、大事にしたりっていうところがあると思うので、それが仕事だったり、人間関係だったりっていうところで、こう、魂の喜びを得られるっていう、こう満足感を得られるっていう感じがすごい入ってくるので、こう、このカードで言うのであれば、もうおめでとうございますって感じなので、もう今まですごく苦労してきたこととか、そういうことが、こうやっとね、こう日の目を見たりとか、こう切り替わる、夜明けは、その夜明けっていうかその真っ暗い夜から、やっとこう、日が出てくるっていう、あったかいお日様がね、やっと、こう、拝めるみたいな感じが、すごく入ってきます。なので、その恩恵をね、より受け取れるように、ちょっと自然に触れて、見て、神社とか、そういう自然公園とか行ってみて、まあ、木をね、めでる。もう自分だと思ってっていうぐらい、自分がこう、自分のね、土台のね、人生を根付かせるイメージで、今までは、こう、ちょっとね、頼りない、そういう、まあ、ちょっと根の生え方だったのかもしれないんだけども、ここから先、ぐっとね、硬い地盤に、こう、踏み入れたみたいな、もうそこにさえ根付いてしまえばもう揺るがないみたいなイメージをね、持って、1月は過ごしていただけたらなっていうふうに思います。ということで、B を選んでくださった方のリーディングをね、終わりたいと思います。今年もね、1年お世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。はい。それでは C の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。まずは、1月の運勢、仕事で気をつけるといいことを見ていきたいと思います。あなた自体はね、すごくいいんだよね。エネルギーがこう、増えていって、すごくこう、やる気だったりとか、あと、やりがいとかね、そういうものが、1月はすごくこう、よしっていう風に、いいスタートを切れるんだけれども、ちょっと職場の状況が、あんまりよろしくないのかもしれないね。特に、なんかね、ヒステリックな女性だった
ったり、女性特有のそういうちょっと、ま、ドロドロした感じのことが勃発しやすくって、で、あなたにね、こう注意として入ってきてることが、そこに巻き込まれないでほしいってすごく入ってきてるのね。なんかこう今までもしかしてそのちょっとその意図しなくても同調しちゃったりとか、ちょっとそのなんだろうな、聞き流していればよかったんだけど、ちょっと自分のその本心というかね、その自分のことを言ってしまったがために、それがこう違う風なね、こう火種になってしまったりとか、だからそういう可能性が、なんていうかな、可能性じゃない、間違えた、そういうことがあったのであれば、そこをもう学んだだろうから、同じことは、起きないようにしなきゃいけないねっていうふうにね、こう、気をつけることとして言ってきてくれてるんだよね。なんかもう、懲りたはずだから、そこに、もう入らないよね、みたいなふうに言ってきてくれてるのね。だから、あなた自身がすごくね、いい運勢だからこそ、そういう、ちょっとそういう、こう、その、なんていうかな、こう、ちゃんと、こう、仲良くというかね、共同作業とかがね、できない人たちの、この、ごちゃごちゃしたのには、もう、巻き込まれないようにしようね、っていうふうに、できてますね、で続いて対人で気をつけるといいこと、勝利来てるし、やっぱここでもちょっと言ってきてるか、そうね、対人でも結果的にあなたが自分の思ったようにできるので心配はないんですけど、やっぱりこのね、その女性の友人なり上司なりにはやっぱちょっと気をつけた方がいいのかなって。その人がちょっとね、失脚しちゃうの、失脚もどまでいかないんだけど、ちょっと、その評価が下がっちゃったりとか、一生懸命取り繕ってたんだけど、それが、こう、剥がれちゃうみたいなね、感じ。で、その人にとってみると、こう失敗とか失策とか、なんかそういうことになるんだろうね。その人から見るとね。それゆえに、こう、あなたが勝ちっていうわけじゃないんだけども、なんかそういう風に自然となるっていうのかな。相手が勝手に、こう、なんていうかな。落ちていくじゃないけど、なんかそういう、ボロが出るとかね。なんかそういう感じがするので、対人関係でもし、そういう、結構悩んでたりした場合には、向こうが勝手に、その、まあ、ボロを出して、なんか、ドツボにはまっていくみたいな感じがすごいして、結果的にあなたが何もしなくても、こう、済むという感じがすごいしますね。で、メンタルで気をつけるといいこと。とにかくね、自信持ってって言ってきてくれてるのね。やっぱり、その、生まれ変わる時っていうのかな。別にその、目に見えてすごい変化があるわけじゃなくて、変わるときって、やっぱ少しずつ変わっていくこともあるし、ある日突然、はって気づいて、よしっていうふうに切り替わる人もいるし、切り替わる時もあるんだけれども、なんかこう、自分が、こう、今まで、こう、捨てれなかったもの、切り替えられなかったものを、こう、切り替えたとき、ちゃんとこう、整理整頓ができるというのは、心のね、整理整頓ができたときに、いるもの、いらないものをね、きちんとね、判断して、ね、整理したときに、こうね、ちゃんと出会いがあるっ
ってきてるんだよね。逆ね、それをしないとその出会いがないと思ってもらってもいいと思う。1月はその自分の中で、大事だと思ってたんだけど実は大事じゃなかったとか、そういうことを気づいてちゃんとこう整理整頓できた時に、その時に必要な友情とか愛情とかね、出会いっていうもの、人との出会い、大事な出会いが出てくるっていう風に来てるので、そのまず自分が変わらないとそこが来ないよって言ってきてくれてるので、気をつけることといえばメンタルでその自分の中のね、そのネガティブなところ、をきちんとこう排除していく、そうすることによってすごくいいアドバイスをくれる人との出会いとか、そのアドバイスが入ってくる、自分をこう教えてくれる、導いてくれる人に出会えるっていう風に出てきているのね。だから、やっぱりこう変わること、にこう惰性とかね、腐れ縁とかね、そういうことはきちんと自分の中でけじめをつけて変えていかなきゃいけないねっていう風に入ってきてますね。そうすれば自分の望んでたものを得られる、心のそういう心が望んでいる出会いっていうのかな、それが訪れるっていう感じがすごいしますね。で、体的にはなるほど、ね、もうお休みに入るし、朝寝坊したい気持ちはすごくよくわかるんだけど、朝寝坊しすぎるとサイクルが狂っちゃって逆に調子が悪くなっちゃうから、朝寝坊は少しだけにして結構そのサイクルを崩さない方がいいよって言ってきてくれてますね。なのでそのサイクルさえ崩さなければ体調は大丈夫っていう風に入ってきてます。で、アドバイスカードを見ていきたいと思います。現実化、休息、まずはチャレンジ。なるほどね、すごいストーリーになってるね。1月は休むべきところはきちんと休みましょうって、自分のために時間を取ってくださいって言ってきてくれてるのね。多分ここ仕事を気をつければ余計な時間取られなくて済むと思うんだよね、気持ちも時間も。そうするとゆっくりね、じっくり自分のために時間を取ることができるし、で、まずはあなたがしなければいけないことって1月ね、まずはチャレンジってきてるので、趣味でもいいし、好きなことでもいいし、何でも、こう、今まで時間がなくってとかタイミングがなくってって、こう、先延ばしとか諦めていたことを、今年はこの1月にチャレンジしてみてほしい。まずは、ね、資料を請求するのでもいいし、なんかそういう、手に入れられる情報からでもいいんだけど、まずはチャレンジしてみてほしい。で、そうすることによってすごくね、現実的になっていくんだよね。で、ね、ここキーカードでも来てるんだけど、なんかそのあなたの好きなこととか趣味とかが後々ちょっとお金に変わっていく気がするのよね。だから、休む、きちんとその休む、自分のために休むこと。で、それで、改めて自分がしたいこと、好きなこと、なんだろうっていうふうに考えてチャレンジしてみる。それが、こう、豊かさにつながっていくっていう感じがするので、例えば本当にね、心に余裕ができて、なんか、それが、こう、きっかけとなってね、お金の目売りが良くなったりとか、使い方が変わってくる。だから、貯金ができるようになるとか、そういった意味で、今日ね、こう、1月は、その、きっかけの月でもあるし、なんか、その、ことによって、その、こう、豊かさの始まりみたいな感じもするので、1月、ぜひ、何かこう、チャレンジしてみる。ここすごくね、いいと思います。で、チャレンジするにあたって、それを自分がこう、ゴールっていうのかな。
ここまで頑張りたい、こうなりたいっていうところを決めて、現実的にそれをどういうふうにしていこうかなっていうふうに考えれば考えるほど実現しやすいし、現実的になっていくっていうメッセージもね、すごい入ってきてるので、C を選んでくださった方は、なんだろうな、こう、そこにいいカードがすごい、入ってきているのでね、いろんな意味でここでね、例えば、仕事とかでも、今までは、こう結構巻き込まれちゃったりとか、相手に合わせすぎちゃったりとかね、なんかそのせいで被害を被ったりっていうことを変える時期でもあるから、そこで、例えば自分の信頼とかね、積み重ねてきたものが失うっていうふうに思わなくてもいいと思う、全然。逆に、それが自分にとって負の、こう、荷物だったって思えるようになった時に、ああ、自分はこんなに荷物抱えてたんだ、みたいな。下ろしてよかったんじゃん、みたいな感じで、だから、ね、気づけると、もうそこから先はこう、自分にとってプラスの人脈が増えていくので、ぜひね、ちょっとそこを何かこう、きっかけがね、見つけられるといいなっていうふうに思います。なので、C を選んでくださった方は、本当にこう、豊かさがそこまで来ているので、まずはチャレンジ。そこをね、気にして、こう、動いていってほしいなっていうふうに思います。ということで、C をね、選んでくださった方のね、リーディング終わりたいと思います。今年もね、1年お世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。